デビッドソン選手がね、いなくなるということで、ジャイアンツとかね、ジャイアンツファンの方はもう歓喜ということで。はい、そして最後にですね、こちらの新外国人選手の背番号もね、今日決めちゃいましょうと。お疲れ様でーす。KT です。今日は11月17日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。はい、本日はちょっと大きなね、ニュース入ってきておりますので、元気よくやっていきたいと思います。はい、で、その前にね、ちょっと本題入る前になんですけども、大谷翔平選手、MLB の、アメリカンリーグ MVP ということで、おめでとうございます。はい、で、ナショナルリーグの方は、アクーニャ Jr. ということで、両リーグともに満票での受賞と、ということで、まあ、二人ともですね、文句なしの成績だったかなというふうに思います。で、大谷選手はね、最後の方ちょっと試合に出ることができなかったんですけども、まあ、二刀流で、投打ともに圧倒的な数字を残したということで、両リーグともにもう意義なしの受賞ということになっております。はい、で、大谷選手に関しましてはね、来季はちょっとピッチャーでの出場というのは叶わないみたいなので、野手としてまたね、圧倒的な数字、叩き出してほしいなというふうに思います。はい、大谷選手おめでとうございますということなんですけども、ちょっとですね、私は個人的に大谷翔平選手に、一言、言いたいことがね、ありますので、まあこれは動画の最後に、撮っておきたいなというふうに思います。まあちょっとね、今日は大きいニュース入ってきておりますんで、興奮してね、最後になったら忘れてしまうかもしれないんですけども、最後まで頭のどっかに残っていたら大谷選手に一言、MVP の大谷選手に一言でだけ言わさせていただきたいなというふうに思います。はい、ということで話の方は、カープの方に戻しまして、マクブルーム選手と、デビッドソン選手が、対談というニュースが出てきております。本当にですね、二人にはもうありがとうしかないということで、マクブルーム選手は2年、それからデビッドソン選手は1年ということなんですけども、非常にね、二人とも性格がいいと言いますかね、カープに馴染む、プレイヤーとしてね、頑張ってくれましたけども、まあちょっとね、成績の方でいきますと、助っ人外国人としては、物足りないというところもありまして、まあこのような結果となってしまいました。はい、ということで、まあ、デビッドソン選手が、ね、いなくなるということで、ジャイアンツとか、ね、ジャイアンツファンの方はもう歓喜ということになっているのかなというふうに思います。今季でいうと、デビッドソン選手が、9本で、ホームランを、ね、放っているということで、まあ、ただね、末金選手はまだ健在ということで、今年でいくと、ホームラン11本中6本ね、末金選手はジャイアンツ戦でホームランを打ったということになりますんで、まあ、相変わらずのね、ジャイアンツキラーぶりというのは来季も発揮していただけるかなというふうに思いますんでね、まあ、デビッドソン選手が、いなくなってもカープには末金選手がいるぞということで、ジャイアンツファンの皆さん、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、まあ、マクブルームさん、デビッドソン選手が、対談ということになりまして、代わりに2人の、外国人選手ともに、内野手なんですけども、獲得と、いうことになりました。はい、というわけでですね、まあ、これで国内での移籍市場、まあ、FA とかを含むところなんですけども、はもう閉店ガラガラかな、ということで、まあ、中田さんも石田さんも見送りということになると思います。まあ、なので、あと入れ替えがあるとしたら、西川選手の代わりの、人的保障の誰か、それから現役ドラフトで1人、絶対にはね、入れ替わりがあるということで、まあ、あと2人入れ替わりがあるというぐらいで、まあ、これでね、カープのこの奥の移籍というのはね、ひょっとしたらまだピッチャーがあるのかな、アンダーソンさん、ターリーさん、コルニエルさんといったね、3人まだ外国人の選手がいますんで、まあ、その3人のうちね、誰かが退団となってまた新たな人が入ってくるという可能性はあるかもしれないんですけども、まあ、少なくともね、日本国内での、こういった移籍というところはもう見送りになってくるのかなというふうに思います。まあ、ここ数日ですね、ちょっと中田さん、石田さんあたりで、動画の方もね、ちょっとざわつかせてしまったんですけども、まあ、いろんな意見ありました。はい、ですが、もう今日のこの外国人2人のね、出てく人、来る人と、いったところを見ると、まあ、その辺には動かないのかなというふうに思いますんで、閉店ガラガラ、出た!ワオ!ということで、本日も元気よくやっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとね、マクブルームさんとデビッドソン選手のところも詳しく見ていきたいんですけども、はい、ニュースの方をね、今日はちょっと読んでいく時間が長くなるかもしれません。広島カープがマクブルーム内野手、デビッドソン内野手と来季の契約を結ばないことを発表した。2022年に来日したマクブルームは1年目に128試合で打率2割7分2厘、17本塁打、74打点の好成績をマーク。しかし2年目の今季は70試合で打率2割2分1厘、ホームラン6本、31打点に終わっていたということで、まあ1年目はですね、コロナの影響もあってキャンプにも間に合わず、開幕にも間に合わず、スタートは松山選手が4番で出場して、で、マクブルーム選手はね、2軍スタートというところで、まっすぐね、
調子を整えて上がってきてくれたんですけども、まあそんな中で2割7分2厘17本のねホームランを打つということで非常に頑張ってくれたというふうに思います。で、外国人特有のねくる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 振りますというタイプではなくて、フォアボールも取りながら、低めの変化球も我慢しながらということで非常に期待していたんですけどね、まあ今年は逆にその17本の本塁打をもっと増やしてほしいという要望があってね、ちょっと強めのスイングといいますか、打ち方を変えて、状態を落としてね、このような成績になってしまったというところがありますんでね、まあ来季もう一回様子を見てもいいかなというところではあったんですけども、まあデビッドソン選手と、共に今季限りということになりました。はい、で、そのデビッドソン選手も、チーム最多の19本塁打を、放ちながら、まあ打率は2割1分というところで、まあ打点はね、44というところでちょっとね、落ち着いてしまったということで、まあこのような結果になりました。まあデビッドソン選手はね、来日1年目にして19本のねホームランを放つというところがあったんで、もう1年ぐらいね様子を見てもいいのかなという気はしていたんですけども、まあこういう決断になったということで、まあ守備が良かったんだね、サードやってもファーストやっても守備が良かったんで、まあ我慢しながらも使えるかなというふうには思っていたんですけども、まあちょっとねバッティングを期待して獲得したというところでは物足りなさというところが残りましたんで、まあ今季限りでの退団ということになったみたいです。はい、ということでこちらの2人がね、まあ、本当にありがとうございますですね。まあ、西川龍馬選手の FA での対談はなんかありがとうございますというよりはお疲れ様でした、頑張ってください、バイバイという感じだったんですけども、このマクブルームさんとデビッドソン選手に関してはなんかありがとうございましたという感じがしますんでね、まあ、これからの2人の活躍もちょっとね気をつけながら見ていきたいというふうに思うんですけども、新たにやってくる選手の2人ですね、詳しい中身はちょっと置いときまして、2人のまずはコメントから見ていきたいと思います。2人とも優秀と言いますかね、流量なコメントだ出しております。まずはマット・レイノルズ内野手ですね。はい、こちらのコメント紹介します。まずはこのような機会をいただけたことにとても感謝しています。また新しいチームメイトに会えることを楽しみにしています。広島が素晴らしい場所だということと、カープファンがどのくらい情熱的かを聞いています。応援してくれるたくさんのファンの前で野球がプレーできること以上に、いいことはありません。素晴らしいシーズンにできるように、このオフシーズンにしっかりと準備をして、広島の街に再度優勝を届けられる手助けができればと思います。応援よろしくお願いしますというふうに丁寧に語ってくれております。非常にね、もうテンプレ通りといいますかね、素晴らしいコメントだと思いますけども、まあこのようにね、頑張るというふうに意気込んでくれておりますので、もう期待せずにはいられないということです。はい、そして、もう一人ですね、ジェイク・シュリナー選手ですね。こちらのコメントも紹介していきます。2024年シーズンに広島東洋カープの一員になれることを光栄に思います。素晴らしいファンの方々やチームメイトに会えることを心待ちにしています。このオフシーズン中にしっかりと準備をし、広島の街に再び優勝を届けられるように頑張ります。応援のほどよろしくお願いいたしますというコメントで、こちらもですね、素晴らしいコメントを出してくれておりますんで、もうなんかね、誰かがこうやって言いなさいと言ったかのようなね、作文になっておりますけども、まあ2人ともね、本当にこのオフシーズン中にしっかり調整して、来季に、広島に再び優勝をね、届けるということで頑張ってくれるということなんで、期待していきたいと思います。はい、それではですね、二人のちょっと、まずは契約内容からですね、確認していきたいと思います。はい、まず上はですね、マット・レイノルズ内野手なんですけども、契約金が30万ドル、まず、日本円にしますと約4520万円。そして年俸が55万ドル、約8300万円ということになっておりまして、まあ、プラス出来高払いというふうにのがついております。はい、そして、シェイナー、選手は、契約金が40万ドル、約6000万円、年俸が80万ドル、約1億2000万円といったところで、さらにプラス出来高払いというところで契約に至っております。はい、で、合計で、まあ、契約金とね、年俸を合わせて来期1年の、収入といいますか、お金がですね約3億円ということになりまして、まあ、マクブルーム選手が約2億円、そしてデビッドソン選手はね約8000万ぐらいだったかな。はい、ということで、まあ、そこはね差し引きゼロ、ちょっとマイナスぐらいかな。まあでも西川選手がちょっと出ていくということで、そこで浮いた金もありますんでね、まあなんですかね、カープとしては、お金が残るというような契約になっておりますんで、まあ、こちらの2人がですね非常に西川選手の穴を埋めるぐらい活躍してくれれば、どちらかが4番に座ってということになれば、非常にお買い得な買い物だったのかな
なというふうに思います。まあ昨今ですね、やっぱり円安の影響も受けてということで、なかなかね、外国人選手をうまく獲得できないというところがありますんで、まあこの8000万円と1億2000万円という年俸でですね、十分な活躍をしてくれれば、まあ本当にね、いい買い物になったのかなというふうに思いますんで、こちらの二人に期待したいなというふうに思います。まあなのでね、スワローズの、オスナ・サンタナ選手あたりのね、ようなコンビで頑張ってくれるのが、非常に理想かなというふうには思っておりますけども、まあこの年俸の差ですね、レイノルズ選手が8300万円で、シェイナ、選手が約1億、2000万ということになっておりますけども、まあこの後ね、ちょっと詳しく見ていくんですけども、年齢でいくとレイノルズ選手の方がちょっと上なんですよね。で、さらにメジャーでの実績と、いったところもレイノルズ選手の方があるということなんですけども、このシェイナ選手の方がね、年俸が高いということになっておりますので、これはね、これからの期待値が高いのかなというふうに思っております。まあインセンティブの方でね、差がひょっとしたら、ついてるかもしれませんね。レイノルズ選手の方が、活躍した時の上限というのは、高く設定されているかもしれませんけども、まあシャイナー選手の方が、現時点では年俸はね、高く、つけられたということなんで、こちらもね、注目して見ていきたいと思います。はい、ということでちょっとね、今年の成績なんかも詳しく見ていきたいんですけども、まずはレイノルズ選手です。はい、32歳で右投げ右打ちということで、2016年に、ニューヨークヤンキースでメジャーデビューをした。メジャーでは通算225試合で打率2割2分9厘、ホームラン7本42打点、マイナー通算では926試合で打率2割7分7厘、ホームラン74の440打点だったという成績で、はい、で、まあこの辺の、ね、通算のところを見てもピンと来ないので、マイナーでの今シーズンの成績なんですけども、115試合の出場で打率が2割6分6厘、それからホームラン22本、OPS はなんと8割6分5厘ということで、非常にいい数字ですね。で、マイナーで、通算では926、こちらは先ほど言いましたね。はい、ということで、まあ今年はですね、22本、マイナーの方でホームランを打っているということで、やっぱりね、長打力が魅力かなというふうに思います。はい、で、こちらのレイノルズ選手に関しましては、動画の方もね、出ておりまして、自分が見た感想でいきますと、まあ前、エンジェルスも言いました。で、一番ピークだったのはカージナルスかな。はい、で、活躍されていました、アルバート・プホルス選手に似てるかなという印象で、めちゃくちゃポジティブに考えると、そのような印象を持ちました。軸がね、しっかりしておりまして、デビッドソン選手がね、来た時に皆さんが懸念しておりました、こういう上下の運動ですね、足を高く上げてタイミングを取るという動きはなくてですね、本当すり足に近い形で右足をね、じっくり固めて、しっかり固めて、頭をね、動かさずにくるっと回転で打ちに行くという打ち方なんで、まあ、それでいて右方向にも結構強い当たり、もしくはホームランもね、打っているというような感じだったんでね、これは日本に馴染むんじゃないかなというふうに思っております。で、まあホームラン、長打にね、期待ということなんですけども、決してね、こう高く弾道を上げて、放り込む、かつての田淵さんとかね、カープでいうと江藤さんあたりかな、いわゆるアーティストという感じではなくて、まあ中弾道で長打をね、切り裂いていくというようなタイプかなというような印象を受けましたんでね。まあホームランは30本は超えないかもしれないんですけども、20本ぐらいで勝負強い、ランナーがね、溜まっている時に、長打なんかを打ってたくさんの手を稼いでくれたら、いいかなというところを期待していきたいというふうに思います。はい、そしてもう一人の方も見ていきます。シャイナー選手ですね。こちらは28歳で右投げ右打ちということで、まあ32歳と28歳なんで4個差かな。はい、ということでこちらの選手はメジャー経験なしということになっております。で、マイナーでは通算659試合に出場して、打率2割6分2厘、ホームランが102本、それから打点の方が439という成績を残しております。はい、で、メジャーでの経験はなくということで、こちらはまた2回目なんですけども、今シーズンはシアトルマリナーズ傘下の、タコマンになるのかな。はい、 3A で124試合に出場し、打率が2割5分2厘、ホームラン30本、OPS は、こちらも8割を超えるということで、8割7分8人という成績を収めております。まあ2人ともですね、今シーズンは、マイナーでの試合での出場が多かったということになりますけども、共にね、ホームランが30本と、それから22本ということでね、まあ本当にカープの課題であります、右バッターの長距離と、いったところのね、課題をしっかり埋めてくれるんじゃないかなというふうに期待しております。で、二人とも守備の方は、ファースト、サードを中心に内野はどこでも行けるのかな。
レイノルズ選手は内野ならどこでも行けるというような話をしたも見ました。で、外野もね、守れなくはないという形ですね。で、一方でシャイナー選手も、一塁か三塁と、ファーストかサードは守れるということで、外野での経験も結構あるということなんで、まあ、カープらしいっちゃカープらしい、選手の取り方かなと。まあ、今年のね、戦い方を見ておりますと、まあ、いろんなところでシャッフルするというところがね、見られましたんで、やっぱり一つのポジションだと、試合の出場のチャンスは少なくなってくるよということで、まあ、こういうふうにね、まあ、ファーストサード両方守れるだけでも大きいというところでね、まあいろいろたくさん試合の方出ていただきたいなというふうに思います。で、まあレイノルズ選手に関してはね、まあ二遊間も守れるということで、今年は特にセカンドでの出場が多かったのかな、はい、というようなね話も聞きましたけども、まあカープで言うと今二遊間はね結構充実しているということで、まあ菊池選手がねセカンドでバーンと、います。で、まあフル出場はね難しいんですけども、まあそこにはね、あの初木さんであったりとか、それからですね、まあ矢野さんと小園さんのコンビというのもありますし、ニラサーさんも加わってくるというところもありますので、二股選手なんかもね出場機会を伺っているということになりますんで、まあショートでいくと小園さんがいて、矢野さんがいて、まあそこにもニラサーさんがいてということでね、まあ二股さんがいてということになりますんで、まあ結構ね二遊間はいろんなあのバリエーションがあるということなんで、まあおそらくねこのレイノルズさんとシャイナーさん二人でファーストとサードをね守っていくということになると思いますんで、まあここでね尻に火がついてくるというところでいくと、やっぱり田中康介さんとか、上本さんもワンチャンねちょっと、ピンチだと思っているんじゃないかなということで、まあ外野はねあの末金さんと秋山さんと野間さんと、中村隆弘さん田村さんと、いったところがいますんで、ワンチャン一番ピンチと言いますかね危機感を感じているのは上本選手かなというふうには思うんですけど、やっぱりね上本選手の、存在というのは貴重なんで、まあいろんなところでね、皆さんに休養日を与える時に上本さんが入ってくる、で結果的に上本さんが一番試合に出ているというような、ね、オチもあるというところでですね、まあ、上本さんは本当にあの貴重な戦力ではあるんですけども、まあ、こうしてファーストサードが埋まってこれば、非常に面白くなるのかなというふうに思っております。まあ、他の、ね、二遊間の若手の選手もアピールしてほしいですし、まあ、そこには、ね、今一切名前が出なかった堂林選手も鍵を握っているということで、まあ、今年は主にファーストで4番でというところが、ね、シーズン終盤では多かったんですけども、こうして外国人選手がね両サイドを固めてくると、じゃあ堂林選手どうするんだ、ファーストで勝負するのか、それとも外野に行くのか、でも外野はね田村さんと末金さんと野間さんと秋山さんとそれから中村隆弘さんといろいろ育ってきているということで、堂林選手にも尻に火がついているかもしれないということで、まあそういうのがねやっぱりチーム力を上げていく鍵になると思いますんでね、まあこういう新たな戦力というのは結構重要かなというふうに思います。もう楽しみでしかないということです。はい、ということでですね、まあ、あの、こちら、外国人選手2人、入れ替えがあったと、まあ、2人2人の4人の、入れ替えがあったと、いうことになりますけども、一方で、ドミニカンですね、アカデミー出身の、3名の、野手もですね、アピールを頑張っているということで、非常に一生懸命頑張っていて、もう早く背番号つけるんだ、というふうに意気込んでいるみたいなのでね、まあ、こちらの3人を含めて、外国人選手の、活躍といったところにも期待していきたいな、というふうに思います。はい、そしてですね、若手でいくと、内田選手、サードかな今中心に守っている内田選手も、バッティングの方がどうやら改革してきたようだということで、新井監督がこのね前傾になりすぎるなと、筋をね1本立てて軸でしっかり回れるようにしろということで、特にね顔の角度かな、こう前を向いてピッチャーを覗き込むように見るんじゃなくて、顎を置いたようにね、まあ、新井監督が現役の時もそうだったんですけども、しっかり、直線上に立てるというところを意識したら、なんと満塁ホームランを打ったということなんでね、来季はさらなる飛躍期待したいなというふうに思います。はい、そして先ほどからね何回か名前出てきております末金選手はもうシーズン中からね打撃を掴んだというふうに新井監督言っておりますし、森投手に至っては沢村賞を取るというふうに新井監督も言っておりますんでね、新井監督が言ってるんじゃないか、森さんが言っていると新井監督が言っているのが嘘ということなんですけども、はい、そういう感じでね森投手も非常にいい感じで来ております。はい、なのでまあ来季はね、すぐ、花が咲くか芽が出るかというと、まあそれは難しいかもしれないんですけども、まあ数年後にはねこのカープ、今じゃ得点力が低いというふうに言われておりますけども、まああの数年後には強力打線を作ることができるんじゃないかなというふうに思います。で、今年克服したあの機動力とねともにあの長打力も生まれてこればね、本当にあの強いチームになるんじゃないかなというふうに思います。で、ピッチャー陣もですね、いよいよ強くなってくるというところを考えます。やっぱりね、2年後3年後には優勝いけるんじゃないかなというふうに思っております。
ております。はい、で小園選手は今日もですね、アジアチャンピオンズシップかな、はい、侍ジャパンの方で3本、先ほど見た感じでは、打っておりましたし、坂倉選手もね、こういう国際大会でのピリピリしたゲームで、マスクをかぶっているということで、本当にね貴重な経験、最高の経験をしているというふうに思いますんで、成長して帰ってきてほしいなというふうに思います。はい、で大瀬良投手、秋山選手はなんかね開幕に間に合うんじゃないかと、共に手術しているんですけども、まああの足と、肘かな、はい、手術しているということなんですけども、まあその辺もね開幕には間に合うという見通しは立ってるみたいなんですけども、まあお二人ともですね、そこまで無理をする必要ないかなというふうに思っております。まあ特にね大瀬良投手なんかピッチャーなんで、まあ最初の方はね開幕ローテーション若手も使いながら、乗り切っていけるかなというふうに思いますんで、まあいつもね夏場から秋にかけてちょっとバテてくるところがありますんで、一旦春先はね、スピード落としていただいて、夏ぐらいからチームを助けるというところもね期待したいなというふうに思います。はい、でピッチャーでいきますと、ドライブライン、アメリカの最新技術を、駆使したね、解析なんかをして、ピッチングフォームなんかを作り上げていく、施設で練習しているのが、栗さん、それから森下さん、栗橋さんと、いったところもですね、インスタグラムで確認しました。まあ栗さんはね去年しっかりアメリカ本場の方へ行って、トレーニングをしてきたということなんですけども、今年は森下さんと、栗林さんも参加したということで、まあちょっとねインスタで見る限り、あの本当に地味な、トレーニングをしております。チューブを使ってね、なんかこの肩の、外旋内旋の動きなんかを確認したりとかですね、ボールを逆向きで、ネットに投げるというようなね本当に地味な練習をしているんですけども、やっぱりですねああいうところが、来季のね結果につながってくるというふうに思いますんで、まあ最新のテクノロジーを活用して、フォームをですね見直して、栗林投手でいけば、フォークボールの復活であったりとか、森下投手なんかでいけば、まっすぐの復活、それから変化球のね精度の向上と、いったところを目指して頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そして野手の方に目を向けますと、宇草選手がですね、まあちょっと捻挫の方で苦しんでいたんですけども、練習の方を再開しているということで、こちらはもう崖っぷちの選手なんで、頑張っていただきましょうということで、まあ戸根選手のインスタにね、ちょいちょい出てくるんですよね。あとは、ケムナさんか。はい、ケムナさんと共に、今、大野練習場かなの方で頑張っているよというのがですね、トネ選手のインスタグラムで確認できますんで、まあそちらの方に、ウグサ選手も出てきているということで、頑張っていただきましょう。はい、そして最後にですね、こちらの新外国人選手の背番号もね、今日決めちゃいましょうということで、レイノルズ選手を10番、を用意しました。で、シャイナー選手を23番ということで、まあ、矢端さんがいなくなって空いておりますんでね、まあ個人的には23はピッチャーというよりは野手というイメージありますんでね、タティス・ジュニア選手のように、フェルナンド・タティス・ジュニア選手のように、シャイナー選手にはね、なってほしいということで、23番をつけていただこうかなというふうに思っております。皆さんもですね、また、背番号のイメージとか、こういうところをねやってほしい、頑張ってほしいと、いったところをコメント欄で残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画は以上となりますなんですけども、覚えておりました。大谷選手に一言言わせていただきますということで、まあ MVP 素晴らしい、成績も素晴らしいということなんですけども、私大谷選手を現地に見に行くのに3度挑戦しております。日本ハムの時は行っておりませんけども、メジャーリーガーになって3度挑戦しております。3度失敗しております。はい、1回はですね、2019年の9月ですね、アナハイムに行こうということで新婚旅行で行ったんですけども、フライト3日前ですね、出発の3日前に、膝の手術、左膝の手術ということで、DL 入りかな、当時は DL 入りということで報道になりまして、見ることができませんでした。はい、で2度目はですね、今年の3月、ワールドベースボールクラシックの、強化試合、バンテリンドームでの試合をですね、チケット取ったんですけども、これはまあ自分がね悪いところもあるんですけども、まあ、メジャーとの規定がありまして、次の京セラからの出場はできるけども、バンテリンドームでの出場は認められないということで、まあ、走っている姿しか、見れなかったということになりました。はい、そして3度目の正直で、今度はシアトルの方に行ったんですけども、こちらもですね、皆さんご存知の通り、脇腹でね、試合出れないということになりまして、唯一ですね、その出れなかった期間の唯一、スタメンに1回名前が入った日に、まさにその日に行ってきたんですけども、よし、今日から出るぞと、大谷選手復活だと思ったら50分後ぐらいに、削除されたというその日なんですけども、はい、ということで合計3度、大谷選手をね、見ることができなかったという
ということなんでね、まあ、MVP はおめでとうなんですけども、個人的にはね、もうちょっと大谷さん勘弁してよということになっておりますんで、まあ、またね、現役まだまだ続けてくれると思いますので、どっかで、大谷選手の名前で見れるというところをね、目指して、お金の方も貯めていきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。大きな、ね、ニュース入ってきました、外国人選手の2人がね、今季限りとなりまして、新たに2人が加わってくるというところでね、まあ、マクブルーさんとビトソン選手に関してはね、もう本当に残念ではあるんですけども、もう後ろを向いていてもしょうがないので、新たに加わった2人の選手に期待して、来季を、ね、迎えたいなというふうに思います。はい、というわけで、マクさんとデビさんはちょっと残念ですけども、そんなの関係ねえ、やっちゃおうやということで終わります。ありがとうございました。失礼します。